はい、それでは、三国志4をやっていきましょう。前回の続きということで、はてはて、どんなことだったかと、こんな感じでしたね。まあ、どうでしょうかね。できれば、まあ、東軍やっつけたいけど、強いっすね。わ、王徳の在野にいる。ああ、いいな。優秀な武将をね、ゲットしたいですけどね。兵糧が少ないと、まあ、ちょっとどうにかして差し上げたいですけどね、本当は。兵糧、ここもまあ相手ではないですね。まあ、劉備軍やっつけたらもう勝利だと思いますので、わ、中世で92、まあ、ここをね、どうにかしていきたいなと切に思っているところでございます。はい、じゃあ進めていきますかね。とりあえずここをね、ちょっと訓練しておきましょうか。今攻められるとちょっと困りますからね。褒美を与えておきましょう。なんといっても魅力100ですからね。あとは、あ、人材はいない。そうですか。じゃあ、いっか。まあ、一人。まあ、いいや。はい、もう OK。こちら。ん？誰を投入するんだ？千葉ロウ。まあ、仲間多い方がいいからですね。仲間になりました。ここですかね。おお、しばろう。みんな軍師なんですかね。あ、総攻部軍師じゃなかった、将軍じゃなかったんだ。まあ別にいいですけどね。褒美も与えておきましょう。100やっとくわ。まあちょっと武将がいいね、歩兵能力持ちで攻めれば楽勝なんですけどね。400ですからね、兵力差がでかいっすよと思います、とは思うんですけど、よく嫌だな、買いたくないな、ケチですから。あと1回ぐらい徴兵しましょうか。しゃ、5万人ですからね、超多くないですか。残しておきましょう。訓練しますか。これでよしと。ここは、ああ、一人なんだ。もう一人ですね。みんな一人。ここ4人いる。人がいっぱいいますね。223、232、互角ですね。いや、ただね、こっちの方は
ちは強そうですけどね。強そう強そう。ちょっと来月兵士をここに送り込んでね、二面作戦みたいな感じでできるとよろしいかなと思います。みんなこっちですかね。そうそう、こういう倒したんですよね。ここで2人もういただきたいっす。お願いします。終わっていただきたい。お、やったね。任命しちゃうぞ。将軍じゃ。もうみんな将軍じゃなかったんだね。です。金はいっぱい1万6000円ですね。潤沢ですね。あ、わりかし皆さん忠誠度が高い。いいですね。米が欲しいな。ダメだ。訓練しましょう。できれば来月は攻めたいですね。ここ一人やからですね。人が余ってないんですよね、この辺。2人ぐらい誰かちょっと移動させますか。わあ、中性で引く。100個ぐらい配っとけ。将軍様の忠誠度の低さはちょっと良くないっすね。ちょっと移動させましょうかね。忠誠度が高い人移動してほしいんですけど、誰が高かったっけ。こいつとか、誰だろう、誰だったっけ。こいつ、これいいか。3人いけばいいでしょ。兵糧別に兵士もいい。はい、余ってるからっすね。攻めて取られるんだったら一個のとこはいいですもんね。そういうことです。そう、米買いましょうか。お、いいねいいね。買いましたね。よかった。はて、どうだったっけ。ああ、まあ今日お金をね投入してるんで、
褒美を与えておきます。中性で低い。ひどい低さだ。徴兵していきましょうか。誰がいいかな。はい、まあね、訓練はどこでもできるからですね。兵士集めはやっぱなかなかどこでもできないんで、みんなで訓練してくださいと。どうしようかな、ここ。ちょっと徴兵しますか。ちょっぴりね。まあ、増え方っすね。いや、優秀な部署がいっぱいですな。天意様に合わせます、ね、え、そうだな、計略とか試してみます。埋伏とか、埋伏。じゃあこいつ。ここいった。もう一人ぐらい埋伏を。この。さあ、マックモゴリ君だそうですけどね。どうなることやらですね。まあいいかな。はい、おやすみ。あ、長老なんだ。あー、また来た。返すわけないやろ。もう言うだけ言うよね、こいつ。ありましたと。あれ、東洋誰だっけ。これはいたんすよ。ああ、そうかそうか、今日の弟か。まあ、うまくいくと言ってますかね、うちの自中様が仲間になっとくか。さすがに今日の弟は裏切らんか。訓練で攻めましょう。これでいいでしょう。訓練度90、100じゃないのはね、ちょっと気になりますけどね。さあ、動きなし。85。そうね、どうなりますかね。
32。みんな行動済みかな。まだしてないんだ。ああ、そっか。どうしよっかな。こう攻めたいですね、じゃあ。消費したいからです。お、在野武将がいますよ。誰だ？将か。終わっていただきたい。あ、そう。渡っていきましょう。米がね欲しいんだけど、いやー高えよ。訓練でもうちょっと欲しいですね、やっぱ。2人ぐらい行けばいいですかね。ね、兵糧をちょっと持ってかせましょうか。密偵係をやらせましょう、2人。こちらで。在野武将がいますよ。王さん。緊急にやらせるぞ。終わっていただきたい。お、名前か。攻めた方がいいかな。武装を何やらせるかですけどね。千葉ローでいいでしょ。金兵糧は一兵100、300、100ぐらい。124でも十分勝つでしょ。私は低く勝ってるからですね。あわよくば援軍が来るですからね。あ、将軍の忠誠度を高めちゃうんですね。将軍81。敵とばを与えよう。よっしゃ、これでいい。もう長雲をあれでしょ、大衆に据えましょう。君しかいない。がいた方がいいですよね。2部隊で攻めますかね。
兵の兵2部隊準備しましょう。贅沢ですね。どうすっか、準備兵隊もちょっと準備します。誰かいるかな、弓使える人いない。そうなんだ。じゃあこれでいいか。150ぐらい。強い敵キャラがいっぱいですね。あ、兵士の数では100勝ってるからですね。勝てると思うんだけどな。左側ではしごをしましょうかね。誘導しましょう。こちらに移動します。あ、こっちはダメだ。ここやな。かからんかった。マジか。こちらで落石するよね絶対。落石してきそうですよね。あ、はい、あります。ないないと。あいつもこいつも忠誠度高いな。わあ、いやご立派。ちょっと横にずれますか。さあ登らせてくれまし、おくんなませ。おっと、援軍が来た。マジか。やめてけろ。とりあえず登る。こいつは何者だ。鳥類は、どうでしょう。うちの子が紛れ込んでる。ここで突撃して数減らしてもいいですけどね。突撃しちゃうか。さあこっちに。こちら側に移動しましょう。
たかと、続きします。とっとと逃げなさい、君たちは。そうね、客席を食らいたくないので、こちらに移動させていただいております。落石でも落としてみるか、ドスン。いかん。この距離で弓を打っちゃう。わあ、110。多いな。多いわ。わあ、運が悪い。あ、唯一の良かったのはカウが不得意な弓矢で登場してくれたんでしょうかね。適性がないのに。ちょっと超一撃で倒してみますか。弓矢を取っときます。倒せんじゃない、さっさとで調子をちょっと捕まえちゃうんですよ。倒せ、よっしゃい。ちょっと敵強いからっすね。いどし、もう2回突撃で倒せん気がするな。なのであと1回ずつ殴っておきましょう。これで多分いけると思うんですよね。多分まと、あ、運ですわな。例によって逃げないですね。突撃じゃい、頼むで。17。まくいくかな。突撃じゃい、よっしゃい。捕まえまくりですね。押せますね。わあ。通常攻撃の方いっぱいダメージ与えますね。いい。落石をドスンドスン落とします。人間だったらすぐ逃げるんですけどね。CP。 音楽が変わったり変わらなかったりよくわからないです。86か。
のかな。いまいちわかんないですね。この半分逃げちゃうかな。70、あ、遠いな。8与えるから、あ、やべ、しまった、殴っちゃった。10日で80やからですね。まあ、おっとおっと、なんでこんなことするんだ、意味わからんぞ。もう逃げられねえのになんでこんなことするんだ。その突撃をさせないためかな。あえて不利なところに叩いて。意味がわからんでございます。わさだぞ。お、計略。あれ。弓兵能力を育った。へえ。じゃあちょっと置いてきますか。階段を。めっちゃ逃げますね。降りまーす。今月中に倒せんじゃん。それ困るな。います。さあどうするかな。逃げるか。こうだ。今月中に勝負を終わらせたい。できれば。さあどうする。大勝利。皆さんですぞ。皆さんですぞ。いやいや、捕虜にしときますよ。チンと捕虜。お、仲間にならんな、誰も。ちょちょ。ダメか。なんだなんだ。お、偽七星の剣。大勝利でしたね。まあ荷物を持って全部持って帰ったら逃げ帰ったわけですね。こっちに逃げたのか。違うね。こっち逃げたんですかね。そういうことですね。ん？俯瞰。どこの捕虜ですかね。来月
果用にしてみようかなというところですかな。今月攻めてもいいんですけどね。134しかいないから。いっちゃいますか。ちょっとね、能力が足りない武将もいるかもしれんけど。歩兵丸が一人しかない。マジか。それはひどいな。ちょっと動きはですね、弓兵が多い方がいいか。弓をちょっとどっかから調達していきましょう。全然ないもん。弓がない。しまったな。全然足りない。ありゃー、そっかー、あるけど遠いもんね。失敗した。まあ、来月ちょっとこっち側に兵士送り込んで、しましょうかね。そうしましょう。被害を抑えるためにも。ちょっと移動させましょうか。ゾーハーが一人で守ってくれるでしょう。金、よろしいでしょうかね。褒美を与える人はいっぱいいますね。100やってくれっすわ。じゃあこっちは今月も訓練しましょうかね。褒美を与えて芝浪人、はい、もう終わり。欲しい。高い。さあ、また訓練します。来月7月ですからね。心配か。まあいいけど。皆さん忠誠度は低い。低いね。ほいっす。100配ったけばいいっすよ。めんどくさいじゃないですか。訓練しましょう。はい、OK。 こちらですな。あれ、訓練したっけ。しましたね。終わりです。はい、はマジか。迎撃に出ますよ。今度こそ勝ちます。騎兵は騎馬はありましたっけね。そもそもはて90か。
を。弓兵ですかね。あれ弓いくらだったっけ。そうね、ちょっと文集外して、ちょっとしょっぱいですけどね、しょうがない。弓が使える方を持っていきましょう。ああもういない厳しい厳しいでござる。いやとりあえず持っていこう。はい、51。はい、これでいきましょう。金銭兵糧1万あれば一生。大使誰でもいいけど、ちょっとね、これでは負けたくないな。あーこの地形か、やだな、まあ、山の上ですかね、陣取るなら。さあ誰が来るんだ。来たー、光純、うちの光純がいますぞ。うちの光純勝利の音楽になりました。わあ、この辺りで待ってもいいかな。どうかな、ここで落石。それレッツ当たった大当たり。よいしょー、当たった、超ラッキー。なんか悪いな。あれ使えますかね、こんな決まらんかな。よし、よっしゃ、混乱したまんまや。じゃあ突撃してもらいましょうか。よいしょ、あーいけると思いますけどね。さあ、突撃試合完全勝利。回復の術はもうすごすぎですね。が、これをリシャル剣。これはやっちゃいましたね。豊作になっていくのがいいんですよ、米は買えば。もっと埋伏武将をよく使ってくれるから助かります。
あるいはさ、もう、こうやって、計略を流し置きながら、外交してくるっていう、面の皮よ。拒否じゃい。やった兵士も増えました。ウレッピーです。ということで今回はこれで終わります。